ザ・ボストーク・コマンディアスキー・ボストークは、ロシアの時計製造メーカーである。ロシアの時計メーカーの一つで、安価なミリタリー風の腕時計や、ダイバーツウォッチを得意とするメーカーであり、主力商品である腕時計、コマンダスキーはその中でも、軍を抜いて有名である。九百三十年に、ソビエト連邦の国営工場として設立された、モスクワ第二次傾向場をその外し、ソビエト時代は、 軍公式腕時計の生産の大半を担っていた。ボストーク社他により生産されて軍から支給される時計にはという刻印がされていた。この刻印のある時計は厳しい品質管理をパスした上身分を証明されている軍関係者しか利用できないボートルグという店でしか購入できなかったため現在でもこれらのモデルを手に入れるのは非常に困難である。 1991年のソビエト連邦崩壊により1992年には民間企業として再設立され2004年にはリトアニアの孤立が用いられる21世紀に入ってからボストークはキーロフスキーコレクションという1940年代型のレプリカのラインナップを発表したこれらのモデルはステンレス製で限られた量しか生産されずコレクターを狙って出されたものである 日本ではペレストロイカ以降、ソ連もしくはロシアの腕時計イコールコマンダスキーというほどの知名度を持つ。また、コマンダスキーにはいろいろなバリエーションが存在するため、コマンダスキーをコレクションしている人もいる。ボストークは1942年にモスクワからタタールスタン共和国の鎌川の岸の小さな町、チストポルに疎開した。 モスクワ第二次傾向上を元として創設された。戦争中は防衛用の器具を製造していたが、ほどなく戦争が終わり、機械支給で時計の製造を始める。1961年には、世界初の有人宇宙飛行を達成した、ボストーク1号にちなみ、ボストークを国営企業としての正式な社名とした。ソビエト連邦国防省の公式な納入業者に、 選定されたのは1965年のことである。この年に有名なコマンダスキーが納入されたほか、深度200メートルの潜水が可能なステンレス製の陸軍用の腕時計、アンフィビアにつながる開発実験が行われた。2004年にリトアニアの孤立、カリズ社によってボストークヨーロッパブランドが立ち上げられ、西ヨーロッパ市場への本格的な参入が開始された。 2010年に同社破産のため工場は整理となり、所有権は40ほどの債権者に移った。しかし、2012年現在でも時計及びイムーブメントの生産は行われている。ありがとうございます。